あ、地底の世界探検ツアーの申し込みがあるんだった。はいはい、学校のみんなで行くのよね。名前書いて印鑑を押せばいいかしら。地球の中に人が住んでいるなんてすごいね。花子は知らなかったよ。お母さんも知らなかったわ。地底の皆さんはいい人ばかりみたいだし、景色もいいみたいだし、素敵ね。外の世界よりも地底の方が文明が進んでるんだよね。ええ、そうらしいけど、お母さん見たことないから楽しんできてね。わーい、今までの社会科見学で一番楽しみかも。どんなところかしらね。さて花子、どんなお話にしようか。じゃあ地底のお話がいいな。そうね、こんなお話はどう？地底の世界。俺がまだ子供の頃、山に囲まれた田舎に住んでいた。6歳か7歳くらいの時だ。ある日、小学校の帰り道で知らないおじさんとおばさんから話しかけられたんだ。こんにちは。なんだか不思議な気分だった。初めて会うのに懐かしくて、どこかで会ったことがある気がした。そしてこんなことを言うんだ。僕、地底の世界に遊びに行ってみない？地底？知らない人にはついて行ってはいけないと言われていたけど、なぜか俺は強く惹かれてしまい、二人の誘いについて行った。そこから遠くなかったと思うんだけど、今で言うリニアモーターカーのようなものに乗って、驚いたことに空中を走ってトンネルのような穴から地球の内部に入っていったんだ。俺は乗り物の先頭に座ってワクワクしながら地底の景色を見てた。地底は大きなアリの巣のように道が分かれ交差していて、複雑な交通網のようだった。まるでアリの巣みたいだ。乗り物にタイヤがないんだね。宙を走る乗り物はトンネルの壁にぶつかることもなく進む。似たようなものがいくつも走ってた。時折信号みたいなのもあった。そしてあっという間に地底の世界に到着。うわー、すごいや。そこは田舎に住んでた俺でもびっくりするぐらいの自然が豊かな場所。乗り物が停車する駅みたいな場所は人工的だったけど、それ以外は大自然そのままだった。駅はなぜか金ピカに光っている。塗って金色にした感じじゃなくて、壁そのものが光を放出しているかのよう。そして植物がどれも異様に大きい。今思えばまるで原始時代の地球みたいだった。黄金でできたトウモロコシがなっている。俺はそこですごく大きな人を見た。父さんや母さんよりずっとずっと大きかった。その人も体全体が光り輝いていた。神様みたいだな。その人に呼ばれて俺はここへ連れてこられたらしい。いろいろと話をしたはずなんだけど、何を話したのかほとんど覚えていない。ただ俺のことを生まれた時からずっとこれからも観察していく。俺が大きくなったらまた会う時が来るから、その時まで一生懸命生きてほしいと言われたのを覚えている。家に帰ってその日のことを両親に話したけど、あんまり真剣に受け取ってくれなくてがっかりした。次の日、学校帰りに乗り物のあった場所を探したけど、見つけることはできなかった。昨日のは一体何だったんだろう。それから数年経って、小学校の4年頃だったかな。夏休みに両親と俺と妹で家族旅行に行った。少し高度が高い自然公園みたいなところで、ちょっとしたアトラクションのある小さな遊園地みたいなところ。父さんは妹とペアを組み、アトラクションに夢中になっていて、俺は母さんと行動してたけど、母さんは疲れてベンチで休憩していた。そんなに広い場所じゃないし、俺はその間一人でブラブラしていた。その時だ。なんとなくある場所に行かないといけないような気がした。まるで誘導されるように人通りの少ないその場所に到着したら、あの時のおばさんがいたんだ。そしてもう一人、
女の人がいた。うまく伝わらない感覚かもしれないけど、俺はその人を一目見て、自分のお母さんだと分かってしまった。この人が俺の本当の母親なんだと。懐かしさで胸がいっぱいになった。二人とも見た目は普通の地球人なんだけど、その辺の人間をはるかに超えた優しさで包まれてるような存在感だった。そこで聞いたこと。俺はもともと地球ではなく、本当の母と同じ星で生活していたんだけど、地球はこれから大変な変革期を迎えていて、それに関する役目を果たすために俺は地球に送り込まれた。もちろん地球人の母親から生まれたから、肉体的には完全な地球人。だけど、霊としては地球人じゃない。俺以外にも相当な数の宇宙人の魂を持った者が、お役目のために地球に生まれているんだ、というようなことを教わったんだ。でも俺はそんな話より、本当の母親に会えたことが嬉しくて、ワンワン泣いてしまった。これからもあなたを近くから見ています。次はあなたが大きくなって、やるべきことを完了した頃に会うことになります。寂しいでしょうが、私たちは近くで見ています。地球で生きることは、あなたにとって大変なことでしょうが、頑張ってください。俺は、今の家族と離れてもいいから、連れて行ってほしいとお願いした。でも、それは叶わぬ夢だというように、本当の母は、無言で優しく微笑むだけで、一方的に別れを告げられた。二人が消えた後、俺は泣きながら戻ったんだけど、あの神々しい人たちを見た後だ。今の家族の輝きのなさにがっかりして、さらに泣けた。そして、あの出来事は親に言わないまま、ずっと胸に秘めている。お役目を果たして、いつかまたあの母に会いたい。はい、おしまい。このお話を聞いて、もしかして自分も宇宙から来た魂なのでは？と、心当たりのある人もいるかもしれませんね。地球のお手伝いをしに来てくれる宇宙の方は、みんな優しくて愛の深い方ばかりのようです。魂のレベルアップによって、皆さんの肉体が輝き出す日も近いかもしれませんよ。では、おやすみ、花子。皆さんも、良い悪夢を。